で生まれ話す時間がね少しずつ短くなってる私はなんて卑怯者待ってるだけなんて寂しいのただただごまかしても好き好き忘れようとしても好き好き好きけどね信じた君のこと待ってるそんな風に言い聞かせて会いたいのに口にせず山のホールにお集まりの皆さんこんばんはこんばんは矢島真由美です鈴木愛理ですえいよろしくお願いしますお願いしますさあ、はいはい始まりましたハロモバプレゼンツ、矢島真由美&鈴木愛理アコースティックライブ2016、はい、コロンの娘再びということですがねえ4年ぶり中20歳18歳だだでした高校生だまだ、本当だね本当やねいろいろやったねあの時はさ洋楽を歌ったりもしたね洋楽歌ったよね歌った初めて英語さ歌ってさねもう古典版だったよね英語って難しいよね
当に本当だったし、いや懐かしいわ。うん、いろんな歌を歌わせてもらったり、そうそう、なんか弾き語りもそれぞれピアノの弾き語りとアコースティックギター、ギターもやったよね、あの時はね。あれだよね、ミュージカルの曲だったよね。そう、小さなことっていう曲、はい、やったんだよ、ね、懐かしい、うん、あれがもう4年前か、まあ、そういうこともあったよね、うんうん、そういうこともあった、うん、で、そんなことがありまして、はい、まずそのコロの娘がどういうあれだったのかというと、うんうん、はいはい、やじまちゃんよろしく。おお、そうね、私がまあそうですね、もともとはコロの飼い主とトールの娘っていう長いタイトルだったんですよ、私たちの。 それもともとあれだったんだよね、うん、私たちのユニット名みたいなのをさ、はいはい、このライブやることを機に決めようみたいな感じになってさ、うん、ファンの皆さんから募集したんだよね、うん、それもした。でステージ上で弾いてさ、うん、1回目と2回目全然違う名前が出来上がって、うんうん、2回目の方だったんだっけ、これ1回目の方だったんだっけ。え、違うよ、私たちはずっと一緒で、多分バンド名を多分あれ取ったんじゃない？甘がっぱってこともあったよね。甘がっぱも表に入ってたんじゃなかったっけ？それ1回目？あ、甘がっぱがほらファンの人で超うなずいてる人いるけど、こっちの方が情報正確やで。あとさ、リード&クラブっていうのもあったよね。うん、コロの飼い主のリードとクラブっていうんで、うん、あった。いろいろあったね。いろいろあった。でそれが4年ぶりだからってことで、うん、まあコロンの、そう、まみちゃんがそのコロンの飼い主っていうのなかなか言えなかったの。コロンの飼い主が今コロンの娘でしたってすごい言ってたんだっけ。どうしてもそう言いたくなっちゃうみたいで、まあコロン入ってるし娘入ってるしいいじゃん、うん、これでみたいなね。トールちゃんの方を使うわけにはいかないからね。そうだね、トールの飼い主ってどういうことやねん。結構大変なことになるちょっと、うん、ちょっと想像したくないよね。そうだね、うん、そういう感じですから、ね、だから今日じゃあコロンの娘ではい行きたいと思います。よろしくお願いします、はい。そしてね、前回はいろいろありましたけども、はいはい、反省点もありましたね、はい、ありましたよ、うん、まあ、ジャンプをしたり立ち上がったりしてはいけませんっていう、うん、会場だったのに、ね、華麗にここでジャンプを歌うっていうキュートなジャンプを歌う、うん、そしてみんな飛んでみたいな煽りをしちゃうって、ね、ジャンプジャンプとか言っちゃうみたいな。みんなどうしたらいいか分かんなかったよ、きっと。上半身だけ飛んでたよね、こうやってね、うん、飛びたくなる気。でもさ、そうだよね、アコースティックライブってさ、みんなこう座って見てるじゃん、うん、なんかうずうずしないのかなするんじゃない。だって一応ペンライトを持ってきてくれてるからさ、ね、こっから上はいつもと同じテンションなわけでしょ。そうなのかな。でも曲もなんかこうアコースティックになるとしっとりにはなるけどそうそうそう、ね、また新鮮ですよ、こっから見る感じもね。そうだから今回はちゃんとそういう失敗がないように、はい、そうだね、失敗を踏まえて、はい、ちゃんとアコースティックライブっぽいセットリストを組んできたので、うん、まあジャンプなんて歌わないよね。ジャンプは歌わない、もう反省した。あのね、学ぶ人間だから私たち、うん、そう、人間っていうのは失敗を、うん、生かして次につなげるんだよね、うん、そうそう。だから今日はジャンプはない、そう、みんなよろしく。よし、よろしく。ジャンプなんてないよね。1回目来てる人とかいたかもしれないけどジャンプなんてなかったよね。やってなかったもんね。なかったよね、うん、何それって感じだよね。ちょっとうずうずはさせない、させるわけにはいかないからね。そう、はい、ということでじゃあアコースティックでねぴったりの曲をねたくさんお届けしていきたいと思いますが、はい、早速続いての曲に行きたいと思います。聴いてください、はい、3番ホーム3両目友達のように
最初の方っていう感じのあるみんなのラララ、うん、てかなんか序盤感、うん、低い男性の声での、うん、ラララってあんま聞かないよ新鮮じゃない？新鮮そうなるね、ワンオクターブ育てのこのラララってあんま聞かないから。そうだよ、うん、でもこの曲は本当に歌うの結構久しぶりでですね、これは2011年の4月に発売になったあとアルバムの、はい、超ワンダフル6にそう入っている曲なんですけど、そうです、そうメンバーそれぞれにフィーチャー曲があって、はい、私はこの3番ホーム3両目がね、うん、フィーチャー曲だったわけですけども、当時何歳ですか？当時は19歳だったの。まだまだもう20代じゃなかった。まだ人生がいなかったね。なんだってなんだってなんて言ったのあ、暴力は反対だよ、それは良くない、うん、何まだ急に20歳がいなかったねって。そうだね、言ったの。あ、すごい、そう言ったんだ。何だの本当にそうね、20歳いなかったみたい、ね、10代グループでしたけれども、はいはい、ね、何それなんで逆切れしてんのね、もうでももう20代しかいないからね。そうですよ、まいちゃんも20歳になって、うん、本当だね、うん、すごいよ。
こんな歌詞なんて学生の内容じゃん。でもさ、改めてこの歌詞見てさ、話したけどさ、やじともさ、すっごい可愛い歌詞だよね。いや、可愛い歌詞だよね。なんか月9とかアニメとかでありそうな歌詞だよね。そうだよね。ペコッと可愛く挨拶できたら何かが変わりそうって言ってて変わっちゃったんだよ。すごくない？すごくない？だってさ、こうやってさ、ガタンゴトーンってなっててさ、わ、うん、ーってなってさ、演技入ってます。はい。だっててさ、ペコッて可愛く挨拶できたらさ、ってやったら何か変わるってことでしょ。そうだね。そんなことあるかい？ないね。そんなことないよ。そんなうまくはいかない人生。ないよ、そんなうまくいかないよ。そうだね。夢は見よう、でも。そうだね。そうですね。夢は見よう。まあ、そしてね、アイリンもフィーチャー曲あったよね。ありました、同じアルバムの中に。うん、はい。じゃあ、次はその曲を、はいはい。聴いてもらいたいと思います、その曲を。OK、うん。ミュージックスタート。結構頑張ったよね。そうなの。頑張った。めっちゃ考えたよね。めっちゃ考えた。なんか人間のさ、まゆみちゃんを描くじゃないですか、うんうん、いつもイラストで。でも私、スーさん描くからさ、手のさ、こう出てくる場所が違くてさ、わかる。なんか本当はこういう風にハグしたいのにさ、うんうん、スーさんめっちゃこの辺から出てくるからさ。あるよね、そういうの。すごい大変だったよね。そうなんですよ。あとは、ブランケットもあるし、ある。結構いろいろ、あとほら、携帯ケースとか、うん、リングみたいな。あれあると便利なんだね。落ちないらしいね。うん。え、みんな持ってる人、なんだっけ、なんとかリング。微妙じゃない？みんな買ってよ。みんな使おうね。使って。あとさ、なんだっけ、あれ、あのコレクションのマガジンだったか何かにさ、うんうん、あの私たちがさ、うんうんうん、遊んでるやつある。なんていうの？ラリアット、なんつったの？ラリアットこっちじゃない？あ、これラリアットするか。わかんない。こうやって。お互いの首をこうやってうわーってやってる。ヘッドロック？ヘッドロック聞いたことあるよ。かっこいい名前だな。それヘッドロックをお互いしてるやつがね、
コレクションかなんかにあるから。そんな写真なかなかないから。そうだよ、どっちパターン、どっちものパターンがあるなんてね。ここでしかお買い求めいただけません。はい、宣伝部長の代わりに宣伝します。はい、いやでも嬉しいね、わざわざ来てもらって。本当だよ、絶対なんかの仕事帰りだよね。いや仕事ですみたいに言ってたけどさ、このためだけに来てきてたのかなと。てかナッキーありがとう。本当だね、ほんとナッキーありがとう。ナッキー今日働いてる、すごい。ナッキー働いてるよ。ありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。そうだね、はいはい。じゃあ、気を取り直して、はい、もう一回ちゃんと行こう。ちゃんとルが足りてるやつやろ。足りてるやつ行こう、うん、じゃあ聞いてください。はい、キュートで、あ、キュートでじゃない。なんかちょっと、キュートの曲の、いきます。頑張れ。ルルルルルなんか変。愛情の中には
どうもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、アコースティックバージョンでキュートの曲をね、2曲聴いていただきました。はーい、ありがとうございます、ね、新鮮ですね、アコースティックバージョンも。そうですね、うん、それではね、はい、ここで早速、うん、今日素敵な演奏をしてくださっている、はい、バンドの皆さんの紹介をしたいと思います。はーい、まずアコースティックギター樋口圭さん。圭ちゃん、圭さん、うん、自分から自ら喋るタイプなのこれ。え、いや、どうですか、私と同い年です。あ、こんな広い世の中で同い年が近くにいるだな、イエーイ。だな。でもさ、同い年はいっぱいいるよね、絶対。だって24歳の人、あ、ほら、え、ちなみに3月生まれの人、3月生まれの人、じゃあ24歳でだよ、24歳で。いないんじゃないの、いるかな。あ、いるいるいる、あ、いるよ、いるもんだ、そこにいますよ。へぇ、こんな広い世の中で。さすがです、最高、面白いですね。さすがです、よろしくお願いします。はい。はい、では続いて、はい、パーカッション、岩村ののさん。ののさん、イエーイ。じゃあね、ノナさんには何を聞こうかな。じゃあ、足は右足から出すタイプですか、左足から出すタイプですか。え、それ家から出るときとか。はい、普段左。あ、左、右。え、わかんない。え、まずどうやって上げてる。利き足が左なんですかね。あ、でもノナさんすごいんですよ。知ってるこれ、靴にこれでリズム通って、なんかちっちゃいシンバルみたいなのがね、5個ついてんの。私たちリサーサルの時にさ、なんかすごい斬新な靴があるもんだと思ってたんだよね。なんか最近のおしゃれな靴なんだと思ったら、めっちゃ使ってるから、あ、毎回つけてるんだって。かっこいいよね、こんないっぱいあるんだよ。本当ですよ、楽器が。本当です、すいません、なんか私たちのために。すいません、こんないっぱい持ってきてくださって本当にありがとうございます。ちなみにこれはなんか食べれるもんですか。これね、木の実。あ、木の実だ。食べれるっちゃ食べれる。見て見て、ほら、わかんないかな。え、あとこの黒いのってなんかの、これね、爪、爪が、水牛の爪、水牛の爪、牛。すごいね、いい音。牛だってよね、すごい。痛いやつだよ、痛いやつ。ムール貝の殻かと思ってた。いいね、なんかお部屋に入れそうな感じじゃん。すごい面白いものがいっぱい。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当、ね、よろしくお願いします。そして、はい、ボーンのでもおなじみピアノ&バンマス、エジさん。イエーイ。なんかある、聞きたいこと。エジさん、じゃあお風呂に入って一番最初に洗うとこはどこですか。おー、セクシーな話だね。エジさんはね、そういう質問答えてくれるんだよね。エジさん、手から洗うタイプ。私どこだ。私髪の毛だな。私も。うわ、とりあえずシャワーをかける、頭から。わかるね。え、手からシャワーかけるんですか。体から洗う。それぞれ。なるほど。ちなみにね、エジさんは私と誕生日一緒なんだよ。あ、嘘。こんなに広い世の中で。本当ですね。それはすごい。そうなの。ちなみにね、ケイサと私は1ヶ月違いなの、3月7日ですもんね。こんなに広い。若干負けました。え、野田さんはちなみにいつですか、誕生日。私7月。あ、何日ですか。20日。ひっくり返したら2月7日みたいな雰囲気だね。確かに。確かに、無理やり感すごいけど。近い近い。はい、まあ、そんなメンバーでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、このメンバーでお届けしていきたいと思いますが、はい、今回は、うん、ハロモバプレゼンツのね、うん、ハロモバの、うん、特設ページで、はい、アンケートを皆さんに取ったんですよ。そうです。私たちに歌ってほしいキュート曲っていうアコースティックでね。そうで、結果が来まして、はい、見ました、私たち見ましたね。どうでした、感想は。あ、なるほどって感じ。そうだね、うん、結構、あ、そうね。どうでした、感想は。感想は、ほんほんみたいな感じ。うん、
なんか似てるね。そうだね。じゃあ5位から3位まで発表しよう。しましょう。はい。じゃあ5位は第1回。じゃあすいませんね、本当に。せーの、第5位はじゃん、じゃん、キャンパスライフ。生まれててよかった。キャンパスライフ、ね、私たちさ、今日一緒にやっていくんだけど大丈夫だよね。ね、大丈夫かな、この感じ。ごめんね、大丈夫、頑張ろう。はい、そして第4位、4位はじゃん、イメージカラー。揃った。イメージカラーはね、2人の曲だからね。はい、唯一の曲です。はい、じゃあ第3位は、おしゃ、悲しきヘブン、シングルバージョンです。シングルバージョンだからね。そうなんですよ、そこはこだわりがあってみんな投票したのかな。うん、そうじゃないバージョンもすごいランキング上位に入っていたので。そうなんですよ、一緒にしたらすごい1位だったかもしれないね。ね、お、でもあれを歌うというのは結構難しいね。あれをアコースティックでやるとなるとどうなるんだろうか。確かにすごいロックな感じがさ、うん、ヘブンっていう感じよりはなんか湖みたいな感じ。どういう感じなんだろう、逆にちょっと気になるかも。ねえ、ね、いやー、たくさんいただいてね、アンケート投票いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ではね、はい、3位まで発表したので、うん、あと2位と1位残ってますが、はい、多分ね、何が来るんだろうって思ってると思うので、う、ね、問題ぶらずにちゃんと発表します。そうだね。それでは続いて2位と1位続けて聴いてください。はい、まずは2位だったこの曲から。どうすればいい？たあいもない世間話だよ。友達だよあの人は。こんなにいつも君のこと好きなのに、どうしてそんな。
僕ら代わりは形にはできないような不安捧げたいけれど本当に君を信じてしまってもいいものでしょうか。ああこんな愛しいはずなのに温かい胸で包んでたっぷり声聞かせて夢の真ん中で口づけして二人は永遠で溶かされてバッテリー朝を忘れるボッサノバで愛して愛の過去の日には楽しい思い出の心にある愛の自己冒険には後悔することがある誰かに相談したなら解決するなら世の中平和すぎてつまんないでしょうああなんだか矛盾だらけどは私包んで街の真ん中で抱き寄せてよ二人は永遠に愛の虜になって深く増してゆくボサノバで愛して2007年に発売しました、2ミニ生きるという力の中からこの曲を聴いてください。ディスコクイーン。
と素敵な出会いがあるというが、今しか見れぬ夢の続きが気になるの。どんな未来も信じてやれば目標もまだ届くわ。待ってるだけじゃどんなチャンスもつかめない。せない酸っぱい恋もするけど、今からできる恋の準備をしようかな。どんな未来も予測できない場面に出会うけれど、楽しむような心の余裕を見てきたい。ディスコディスコディ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 スコディスコディスコDisco, disco, 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 come on, come on, whoa, 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 I'm disco queen. Ah, 今度はカバー曲コーナーに、はい、行きたいと思います。行きたいと思います。はい、まずはですね、この曲を聴いてほしいと思います。真心ブラザーズさんでサマーヌード。Check it out, summer moon. Check it out, summer moon. The grand delta.聞いてください。真心ブラザーズさんでサマーヌード。
私は今どこにあるのと踏みしめた足跡を何度も見つめ返す枯れ葉を抱き秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を涙もまっすぐな笑顔も
Ah.
ありがとうございました。はい、いきものがかりさんのエールと、そして彩香さんの三日月を歌わせていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、なんか変な汗かいてる。でもすごくいい歌だよね。ほんとね、いい歌だよ ね。はい、いやね、こんなカバー曲もね、はい、なかなか歌う機会ないから。そうです ね、しかも生演奏で ね、ありがたいです。ありがたはい、でね、そしてね、はい、この楽しかったアコースティックライブも、もうそろそろ7回裏まで来ちゃいましたよ。7回裏ってどういうこと？知らないの？7回裏、うん、7回裏ってどういうこと？大体ね、野球は9回までなので、7回裏って言うと大体終盤戦っていう意味なの。さあ、ここまで楽しんできましたが、はい、そろそろライブも15番ホール何15番ホールって？あのね、うん、ゴルフで言うとね、うん、ゴルフって18番ホールまであるんだけど、大体今15番ホールぐらいかなみたいな、そういう感じに、うん、感じたので言ってみたんだけど。いや、そこは7回裏でいいじゃん。うん、ダメ、15番ホール7回裏、うん、15番ホール7回裏。15番よし、15よし、じゃあね、要は終盤戦ってことが言いたいから、そう、皆さんの声をここでね聞きたいと思いますが、はい、普通にやったらつまんないじゃん。そうそう、普通に、うん、イエーイとかウォーじゃね。そうだね、じゃね、あのね、はい、まあ、他のメンバーがいたらきっと大人ちゃんみたいな感じになっちゃうんだけど、うんうん、相手ならまあ乗っかってくれるかなと思って。うんうん、なになになに、今から私が皆さんをこう、皆さんの声を聞くためにね、うん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 、ボールを投げますので、そしたら皆さんは大きな声でカキーンって返してください。楽しいじゃんそれね。よかった、アイリがそう言ってくれて。じゃあアイリもやるね。うん、アイリもやって。アイリはじゃあ、あの、私がね、ティーグラウンドから打つので、お、本当はちょっと演技のいいことが言いたいんだけど、うん、みんなが声を出しやすいってことを考えると、お、大きな声でファーって言ってください。みんなに優しい、うん、みんなから、ね、お父さんには厳しい感じだけどね。そうだね、本当にパパ、トールの娘です。はい、そういう感じですので、はい、いいかな、みんな準備はいいかい？大丈夫かな。いいね、いいね。では行きます。はい、矢島選手、さあ大きく振りかぶって、はい、投げました。ありがとう。いい音がしたね。いい感じですね。ホームランですね。さあ、はい、皆さん、お静かに、お静かに、お静かに。さあ、トールの娘、15番ホール、はい、ティーグラウンドに立ちました。お、どんな球を打つんでしょうか。お、それでは打った。そんな明るく言うもんじゃないか、これそうだね、本当にパパごめんだよ、うん、パパごめんなさい、パパだったよって。まあ、でもみんなの声がもう十分温まっているということは確認できたね、うんうん、できた。そうだね、うん、こんなにいい声出るじゃんね、ほんと、みんな最高だぜ最高だぜ。ありがとうございます。ということで、はいはい、早速続いての曲に行きたいと思います、うん、はい、続いてはこちらの曲。頼もしい、みんな
だから涙は出せたが重なるみたい、塞ぎ込まず抱え込まず話そうぜ。 Open your heart 今日もみんなで愛を運ぼう。一人
って胸で胸だけど順調心を通ししてのぞきだ Don't stop 我慢できそうにない痛みだねわがままなんて言わないわ努力してる話してるあくびしてるあなたが言う折れそうでもふざけててもそこ全部
ありがとうございます。ありがとうございます。いやね、なん全然宣伝とかそういうんじゃないんだよね。全然全然、そうだね。そうそう、あ、なんか手に持ってたわ。あ、なんかつけてたわ。あれ、あったかいと思ったらね。でもなんかどうやらブランケットとかはね、ありがたいことに完売なんだって。そうなんですよ、ね、あれあれあれ、一生懸命書いたのにね。一生懸命ちょっと見して、ちょっと見して。見たい、これ、これ中身、これは鈴木のイニシャルと矢島のイニシャルが入ってて。そうだよ、ハーモニーホールザまで考えたんだからほんとそう。そうなんだよ。そして iPhone7 はちょっとはみ出ちゃうんだけどでもちょっとだから、そう、ちょっとはみ出てるぐらいの方がさ、そうそう、周りと一緒になんなくてよくない。そう、わかんない。これもほら、しかもこれはそう
ここに貼るじゃん。そう、貼り付けるタイプのやつだから。キュッてあげたらもうここでカメラが出てくるわけですよ。そう。パシッ、いけるの。カメラがいつまでも綺麗なタイプのやつね。そうだね。みんなにはたくさんいい写真撮ってほしいから。そうだね。みんな買ってくれるんだろうなね。あ、なんかあったかい、あったかいと思ったらこれ、ちょっとこういう時にスタンドマイクを使うといいと思うんだ。うんうん。あ、持っててあげるよ。本当？うん。はい。はい。さっき言ってた、うん、靴下だね。うん、靴下一生懸命描いたよね。一生懸命描いたよ。合わせるの大変だったもんね。そうだよ。これまゆみちゃんが描いたの。これアイリが描いたの、ね、ここにヤジスズラブって書いてあるんだ。でね、あったかいしね、うん、やっぱりここだけ見える分には全然みんな会社とかにも履いていけると思うんだ。そうそう、絶対そうだよ。脱ぐことなかなかないもんね。そう、もしかしたらたまにこうなんか何お座敷の、そうそう、お座敷に行かなきゃいけなくておっってなるときは、うん、ちょっとそうね、どんな、じゃあこれを履くときはもう一個じゃ予備でなんか持って、白い靴下を持ってっておいて、うん、上からかぶせるよう作っといて、ね、うん、あでもこれ1枚で相当あったかいので、あったかい、あったかい、冬仕様なんだもんね、うん、そう、冷え性の人とか、うん、いいと思うよ、うん、寝るときだっていいんだから。そう、いいんだから、ヤジスズと一緒にこう寝てる気分になるんだから。そうだよ、そうだよ。まゆみちゃん頑張ってセーターの柄描いたんだから。描いたんだから、ここの靴下スーさんのこう上目な顔面にこう合わせて顔描いたんだから。そうだよ、スーさんすっげー手長いから、今回スーさんめっちゃそうだよ、みんなよろしくね。よろしくお願いします。お願いします。さっ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 さ、いやでもね、本当にあっという間にここまで来ちゃったんだけども、はい、そうですね、やってみてどうでしたか？いや、あっという間だったね、本当に。なんかこう、何を歌うっていう話とかはさ、うんうん、ここだけの話さ、こう無限クライマックスのミュージックビデオの時とかにさ考えたりしたじゃん。うん、それがもうさ、終わっちゃうってさ、うん、あっという間に時は流れていくね。本当だね。本当やねっていう感じです。最近ちょこちょこ関西弁が出るんだよね。今出たね、うん、驚き、うん、いやでもそうだね、なんかさ、うん、みんなも最初出た時はどんな風に乗ればいいんだろうみたいな、アコースティックの感じにね、うん、まだ掴めてない感じがあったんだけど、そうだね、もう最後のみんな見た、何ジャンプしてるみんな、そう、最初とはもう全然別人みたいだったよ。本当だよ、手首足首回してるあたりからもうニヤニヤしてたよね、うん、そうだね、そういうのが好きだ。いや、いいね、うん、でもたまにはね、こういうアコースティックもありつつ、そうそうそう、普通のガンガンドライブもありつつで、はい、いいね、うん、キュートの曲たくさん歌えたしね、うん、違ったバージョンでまたたくさん聴いてもらえてよかったね。よかったです。なんか言い残したことない？そうだね、裏話的なやつ、うん、絶対にみんな今日のことは内緒だよ。うん、とりあえず内緒だよ。内緒だよ。でも昨日の帰りの新幹線はその内緒の部分ばっかり練習したよね。そう、内緒の部分を練習してすっごい白い目で隣の人に見られた。そう、なんか私とまゆみちゃんがね、あの2人席の新幹線の2人席のところで、あの何茶番の部分を練習してたの。 そしたら「ルが2個足りない」とか言ってすごい小さい声でやってるつもりだったんだけど、通路挟んで隣が全く関係ない人だったから、絶対漫才師って思われたよね。ここにこう台本めっちゃ置いてね。そう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 、そうやってたし、やってた。本当も楽しかったね。でもね、楽しかった、新幹線の中で。楽しかったですね。いやいや、でもそれを見てもらえてよかったね。はい、まあ、でも実際このセットリストさ、ざっとさ、うん、私たち自分で選んだ曲さ、うん、2曲だけだよね。そうだね。でもでも最後言っていいって言われたから、そう、うんうん、今回はそのアコースティックライブということで、でもね、最初ね、選んでいいよって言われたんだけど決められなかったんだよね、私たちも。で、前回と同様のあのチームだったから、うんうん、その方々も協力してもらって、ね、茶番とかやったの。あとアンケートとかもね、あれね、そう、楽しかったね。そうそう、楽しかったです。はい、でみんなもしね、今後ね、DVD になったら、そう、それもよろしくね。そう、さっきの三日月とかのとこも DVD になる予定だから。おー、ね、え、そうだよね、なるよね、なるよね、なる予定だから、おー、恐ろしい。なるのでね、いつもこうなるとこだもんね。そうそう、うん、自分たちで選んだのそこだからね。そうだね。そう、はい、だからぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、次が本当に本当に最後の曲になってしまうんですけども。そうですね、はい、早いね。
ありがとう。ありがとう。キュートはですね、11月2日にトリプル A 面シングルリリースしまして、無限クライマックスと愛はまるで静電気、シンギングあの頃のようにリリースしたんですけども、はい、どれもね、はい、個性がこれバラバラな感じの楽曲になってるんですけども、はい、その中から1曲、つんくさんが書いてくださった曲を、お届けしたいと思います。はい、それでは聴いてください。シンギングあの頃のように。やっぱ歌ってる私が
とうございました。ありがとうございました。じゃあそれではバンドの皆さん、はい、前によろしくお願いします。お願いします。ああ今日限りのこのメンバー寂しい、はい、じゃあここで改めて、はい、バンドメンバーの皆さんを紹介したいと思います、はい、まずはアコースティックギター樋口圭ちゃん、ありがとうございました。そしてパーカッションの岩村のなさん、ありがとうございました。そしてピアノ&バンバスエジさん、ありがとうございます。ではでは皆さんに大きな拍手をありがとうございました。ありがとうございました。うん、すごいね、生演奏というのは。はい、ねえ、ね、すごいすごい。だってさ、うん、すごいよね、いろんなのこうリズムとかもさ合わせてくれたりさ、感情とかもさ、なんかこうわってね、うん、なんだい合わせてくれたりさ、なんかさすごいよね、感じない、なんかこの急に、うん、なんか後ろがワンってくる、なんかあ、そうわかる、ね、これすごい難しいんだけど、これ途中からアリやってたんだけど、ね、そうそう、アイリーのことリズム、しかも歌いながらだから難しい、大好きだねえ、いやアイリーのそんな挑戦も見れたという、そうだよ、あと都会個人情のゆっくりなのもすごい、ねえ、てか私がセリフ今回言うことになっちゃっていやすごいレアでしょ、でも恥ずかしい。でもさ、一番最初さ、やっぱみんなセリフ取ってさ、私バージョンのセリフもあったんだけどさ、すごい暗かったよね、当時覚えてる？あの一番最初、こうやってどっかで話したことある？ないかも。初、皆さんに初。聞いたことないよね、みんなね。だって都会個人情 にそんなスポット当てて話さないもんね、いつもね。そうだね。え、うん、どうぞ。え、めっちゃ暗かったよね、覚えてる？なんか、見抜いてほしい、なんか最初に言われたのがすごいもうそういう感じで言ってって、私がね最初言われてやったの、うん、したらあまりに暗い出来上がりで、でまゆみちゃんになりますってなった時にもうちょっと明るくなったよね、ちょっとテンションが、てか多分ね本当はね明るくなっちゃったんだと思う、なんかあそっちの方が良かったよ、すごい私が言われたのはね、なんか踏切の向こうに電車が通った後の踏切の向こう側に向けて言う感じって言われたの。あらそう、心の中を見抜いてほしい。私全然覚えてないけど、でもね、私アイリーの聞いた時なんかゾーってしたしたよね、そう、あのさすごいいい意味でなんかよくないよ、めっちゃ怖かったあのさ、オリジナルの曲ってさこうやってさ、あ、こうやってさ、ね、踊ってるところでもさ心の中を見抜いてほしいって何回も流れるじゃん、もうあれが呪いみたいな声でアイリーがもう心の中を見抜いてほしいあのさえ、ちょっとなんかその音源ないのかな、いや、ね、どっかあると思うけど、本当にありじゃなくてよかったと思うよ。でもあれもあれでちょっともったいない、結構ね、うわーってなんかマジ怖いよでした、うん、今だったら笑って聞けるよね、でもね、そうだね、もう一回聞いてみたいけど、それぶりだから私セリフ言ったの、そっか、いろいろね怖い怖い、いろんなことありましたね、そういえば、はい、いろんな思い出がありますね、はい、いや本当にどうもありがとうございます、ありがとうございました、いろんな私たちを見ていただきました、そうですね、はい、ではなんか名残惜しいけれども、そうだね、じゃあ最後になるけど、最後はみんなで恒例のあれを言おうか、うん、恒例のあれ言おう、みんなわかるもんね、恒例わかるわかる、キュートなファンの人ってみんなすごいんだよね、ね、すごいんだよね、ついてくれちゃうんだもんね、うんうん、ついてくれんだろうな、さんざんついてきてたからな、よし、いくよ、うん、11月6日はほんとすごくない、バッチリズコってやりたかったわ、そうだ、ここはおい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 ってやるつもりだったんだよね、ララララってやりたかった、うん、すごいな、みんなのレベルが高すぎた、高すぎ見てた、ごめん、さすがだった、そうだね、なんでヤジスズってさ、スズエイジにはなんないんだろうね、絶対ヤジスズだよね、私誰となってもハギスズ、中スズ、なんかスズが後に来る方が収まりがいいんじゃない、こうズって感じなのかな私もそっちの方がしっくりくる、でもスズハギ別にいける、あ、言う人もいるか、ね、いや、なんそうだねオッケーオッケー、よし、ということでですね、はい、以上ですね、ハロモバプレゼンツ、はい、矢島真由美&鈴木愛理、はい、アコースティックライブ2016始まったよ茶番ショーでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました、あり
がとう。ありがとう。ありがとうね。始まったよ。茶番ショー始まったよ。始まったばかりだから。始まったばかり。まだ茶番は続く。つぶ。ありがとう。これからも続く。ありがとうね。じゃあね。遠くから来てくれたみんなもありがとう。ねえ、そうだよね。ありがとう。余韻に浸りながら帰ってね。バイバーイ。気をつけて、ね。ありがとう。バイバーイ。ありがとうね。以上、やじすずでした。バイバーイ。バイバーイ。じゃあね。バイバーイ。ハロモバ宣伝部長、モーニング娘。アンシックスの工藤遥香と、副部長の尾形春菜と、初期の野中美希です。以上をもちまして、本日の公演は全て終了いたしました。お忘れ物などなさいませぬよう、足元にお気をつけてお帰りください。イベントに参加できたからといって、すぐハロモバ会員を再開するのはやめましょう。またイベントがあるかも、かも、かも。本日のご来場、誠にありがとうございました。